こんにちは、冷泉です。今日は9月24日土曜日です。実験生活1623日目ですね。だいたい野菜ジュース、豆乳、麹水で生活実験、今日1日目ですね。今日から新しくタイトル変えてやっていきます。で、今週はなのでコレイチ豆乳ですね。コレイチ豆乳とグリーン豆乳とビタミン豆乳ですね。これで 1.5 リッタープラス麹水ですね。これで基本やっていきます。基本ね。で、海苔がまだ40枚あって、今もまあちょっと食べてたんだけど、これ、データをパソコンに取り込む間の時間でね、お腹空いてたもんで、海苔40枚をまあ今日か今日明日ですね、で全部取って、でそれからですね、それからはもう海苔なしですね。海苔なしで、一応まあどうしても固形物取りたいときは厚揚げと、あとまあトウモロコシと干し芋ですね、焼き干し芋とか、まあこの3つでやっていく予定です。まあ欲しいときはね、基本はなしで 1.5 リッター絶食プラス麹水でやるって形です。そんだけですね、今週は。で、一応まあ10月入ったらウエイトトレーニングですね、ジム再開しようかな。ただまあ今後はちょっとね、少し緩めに、まあ楽な感じでね、あんまり負荷かけないようにして、それよりも体をね、体を鍛えるよりもその 1.5 リッターでねやれるっていうね、そこを重視したいんで、まあ健康維持程度にねジムはやる予定です。余裕が出てきたらね、1.5 リッターに慣れてきて、で余裕が出てきたらちょっとウェイト上げていくけど、それまではまあ軽いやつで、やるっていう形ですね。そんだけかな。したら今からはの残りのね、この残りのり、まあ、10枚分なんだけど、残り取って、でドリンク飲んで、で編集やれたら少し編集やって、あとまあちょっと買い出してなんか買ってきちゃうかもしれないってとこですね。したらゆっくりします。まあ割とお腹いっぱいなんだけど、今買い出し行ってきました。で、買ったもの、まずイチジクですね。イチジクを、まあ、小さめ6個ってとこです。で、ピタコーン1本と、もっちり木の厚揚げ。今まで6枚だったけど、ようやく4枚に戻ったね。こっちだったらまだいいかな、ということですね。そしたら取ってきます。はい、おはようございます。昨日の結果報告ですね。9月24日土曜日、実験生活1623日目、代替野菜ジュース豆乳麹水で生活実験1日目です。天気晴れ、睡眠時間9時間、前日午後8時半から午前0時半までの4時間と、午前1時半から5時までの3時間半と、午前5時半から7時までの1時間半、合わせて9時間ですね。寝すぎだね。で、午前1時から1時半までゆうとれ、午前5時から5時半までも夕トレやって、まあ、30分間だけどね。やっぱね、食べると夕トレできないね。ジョギングなし、ウエイトトレーニングなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、コレイチ豆乳500、グリーン豆乳500、ビタミン豆乳500、麹水900です。固形物が黒のり20枚、もっちり絹厚揚げ1泊小4枚、ピーターコーン1本、いちじく小6個ってところです。いちじく久しぶりに食べたな。尿回数6回出てて、濃さ薄め、量は平均的な量でした。大便1回出てます。朝ですね。色黒褐色で、ドロドロ状で200ミリくらいです。
匂いは少しありってところです。なので昨日の分だね、だから海苔だね海苔の影響だと思う、このドロドロ状。まあ色も黒褐色だし、おならたまにありで匂いは結構臭いってところです。でね、おならの匂いなんだけど、なんかね、硫黄の匂いがしたね、硫黄、うん、あの温泉卵とかのあの硫黄ね、まあ、火山のね、まあ、まさにあの硫黄の匂いだった。なんだろうね、海苔、まあ海苔はやっぱたくさん食べるとね、臭いおなら出るんで、海苔影響してると思うんだけど、あとイチジクかな、うん。で、今日の気づきですね、まあイチジクなんだけど、あれ今日皮ごと食べたんだよね。イチジクってさ、一番上のところ、なんていうの、木にぶら下がってるところっていうのかな、枝状のところっていうのかな、頭のところっていうのかな、イチジクの頭のところをポキッと折ってさ、でペーって皮めくると白いなんか液体が出てくるよね。ね、多分あれだと思うんだけど、なんか舌がねヒリヒリしてねちょっときつかったね皮ごと食べちゃダメだなと思った、イチジクは。でもパッと見皮ごと食べれる感じだよね、皮なんて薄いしさ。で、皮めくるとね、なんか果肉も2ミリぐらいの果肉が一緒にめくれちゃうもんで、もったいない気がしてさ、なんか皮ごと食べた方がいいなと思って、皮ごと食べるんだけど、そうすると舌がね、ヒリヒリするんだよ。もうだいぶ治ったけど、1日寝たら。まだね、微妙にちょっと残ってるね。イチジクはやっぱね、皮ごと食べちゃあかんなと思った。まあ知ってる人は知ってると思うけどさ。大抵のものは皮からいけるけどさ、イチジクはやめた方がいいなと思ったね。まあでも美味しかったね。うん、イチジク久しぶりに食べたけど甘くて美味しかった。で、あと今日は片頭痛がね、ひどかった。今日はひどかったね。なんだろう、もっちり気の厚揚げかな。ピーターコーンのあのコーンなんかで出てこないと思うけど、ただあれ、食塩は多分精製塩だから、その生成塩が影響したとかあるかなって。一番可能性高いのはもっちり絹厚揚げですね。あと海苔もね、やっぱたくさん食べるとちょっとね、頭頭痛っていうかな、頭少し痛くなったりするんで、なんか全体的に食べ過ぎの影響だと思うんだけどさ、うん、一番可能性高いのはもっちり絹厚揚げかなってとこですね。あれ前にも食べて片頭痛出てるし、まあそんな感じです。とにかくね、頭痛がひどかった今日は。まあ、かなわんって感じだったね。うん。で、今日ですね、9月25日日曜日。今日は一応、海苔がね、残りあと20枚あるんで、で、朝、もう早朝に5枚だけね、食べてます。5枚とあとこれ1投入を400ミリくらい飲んだかな。朝ね、早朝から朝にかけてね。あと15枚残ってるもんで、まあそれ取っちゃって。で、あと買い出しで焼き干し芋か、デーツか、買おうかなと思ってます。あとオレンジジュースちょっと1本ね、買ってこようかなって。あのトロピカーナのオレンジジュースって思ってるところです。一応まあそんだけですね。まあもしかしたらね、ピーターコーンも買っちゃうかもしれないけど、もっちり系の厚揚げはもうさすがにやめようと思う。で、やめてまたひどい片頭痛が出てきたらね、そしたら、系の厚揚げじゃなくってピーターコーンが原因ってことになるけど。一応まあその辺今日買ってくる予定です。うん。わかんない。デーツにするか、あるいは焼き干し芋とオレンジジュース、ピーターコーン。デーツだけでも400円かかるんで、まあちょっとどうするか分かんないけど。で、明日は月曜日からだね。月曜日からは本格的に 1.5 リッター絶食プラス高油水でやっていくんで、まあ、固形物は基本なしですね。まあ、どうしてもって時は考えるけど、もう基本というか原則なしにしようと思っています。まあ最初のうちはそれでもね、食べたくなるかもしれん。食べたくなっちゃったら、
まあ多少なるべくねオレンジジュースとかね、まあ、デーツぐらいで抑えたいな、あるいはまあ焼き干し芋だけとかね、ちょっとどうするか分かんないけど、まあ原則なしにしたいですね、固形物はって考えてます。うん、まあデーツだったら一応木の実だしな、そこまでそのなんていうのか固形物でもね、まだ優しめの固形物っていうのかな、うん、がっつりしてないっていうのかな、うん、まだまだいいかもしれないですね、デーツは。まあマシな方じゃないかな、オレンジジュースとデーツ、このあたりはまだマシな方じゃないかなと思ってるところですね。焼き干し芋は結構お腹膨れちゃうんでね、あれもただ美味しいんで、うん、まあ食べたくはなるだろうなと思うけど、まあさすがに絹厚揚げはもうやめようかなと思ってますね。ただ個人商店のね、うん、お豆腐屋さんの厚揚げは、まあ、一応ね一応当分なしにし、当分というか、まあ、基本なしにしようと思うけど、どうしても食べたくなったらね、うん、その時はちょっと分かんないですね。まあそんな感じで月曜日からは原則固形物はなし、なので絶食ですね。千日絶食の時みたいに 1.5 リッタープラス、まああの時は麹水ね使ってなかったけど、これからは麹水も使っていくって形で、うん、基本絶食でやっていきます。そんだけ、うん、したら今から朝食海苔とあとまあコレッチ豆乳とかね取って、でちょっと編集やってで買い出し行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、まずトロピカーナオレンジですね。これ900かな、うん、900ミリです。濃縮還元。これと、これ、金発の黒豆ですね。煮豆。原材料名は黒大豆、括弧中国。砂糖類が、括弧グラニュー糖、黒糖、砂糖ですね。で、還元水飴と醤油。で、食塩ですね。内容量は 180g です。金発。まあ、ちょっと安くなってたし。一応、魂に聞いたら OK だったんで。で、焼き干し芋ですね。いつも通り 220g。あと、ホクレンさんのピーターコーンですね。1本。したら、取ってきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。9月25日日曜日、実験生活1624日目。大体野菜ジュース豆乳麹水で生活実験2日目です。天気は曇りのち晴れ、睡眠時間6時間。午後、前日午後9時半から午前3時半までの6時間ですね。今日は夕トレやってないですね。もうお腹いっぱいだったんでやれんかったですね。ジョギングなし、ウェイトトレーニングもなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、コレイチ豆乳500、グリーン豆乳500、あとトロピカーナオレンジ900と麹水800です。固形物が黒のり20枚、あと黒豆煮豆 180g、焼き干し芋 220g、ピーターコーン1本です。これで黒のりはもう終了ですね。全部食べきったです。もうないですね。尿回数7回出てて、濃さ薄め、量は平均的な量でした。あ、薄め、あと平均的な濃さも1回あったかな。大便1回出てます。夜ですね。色黒、ヘドロ色、細バナナ状70センチぐらい。柔らかめで匂いはほとんどなしですね。匂いはね、ほんとなかったね、今日。不思議なぐらい。で、ヘドロ色、黒ヘドロ色。まあ、黒、かなり黒っぽくって、で、ちょっとなんかグレーが混ざってるような、
なんか汚い色っていうのかな、ヘドロのような汚い色合いだったってとこですね。で、細バナナはもうこのぐらいの1センチか 1.5 センチぐらいの太さでニューッと、まあずっと70センチ出たわけじゃなくて、ブツブツとね、ちょっと10センチぐらい出たらまた切れて、また10センチとか5センチとかで、トータルで70センチってとこです。おなら時々ありで、匂いは結構臭いですね。まあここ最近やっぱり固形物取ってると臭いおならが出てくるね。で、今日の気づき、まずあの黒豆、金発の黒豆ですね。まあ煮豆なんだけど、砂糖が入ってるんでちょっとどうかなと思ったんだけど、あっさりめの味付けって書いてあったもんで、まあいいかなと思って、実際食べてみたらね、あんまあっさりっていうほどあっさりでもなかったけど結構あの甘かったですね。ただあの他の煮豆に比べたらだいぶあっさりめではあるかなと思った。うん、ああいう煮豆ってものすごい甘いからさ、異常な気持ち悪くなるぐらい甘いから、それに比べたらね、超まあまあいい感じっていうのかな、まだ割と甘いけどねもうちょっと甘さ減らしてもいいかなって思ったぐらいだけど、まあここぐらいの甘さだったらいいかなっていうところですね。結構美味しかったし、まあこれだったら体にもいいかもしれないし、あとまあ砂糖中毒になることもないんじゃないかな、このぐらいだったらね。まあかろうじて砂糖中毒までいかないだろうと。まあ今後ちょっとこの黒豆ですね、金発のこれは時々買ってみてもいいかなと思ったってところです。あとトロピカのオレンジはやっぱ美味しいね時々やっぱり飲みたいなと思う。値段ちょっと高いけどな、トロピカーナだけど、まあ品質がいいんでね。で、黒のりですね。やっぱ黒のりもね、3枚以上取るとね、たくさん取るとお腹の環境悪くなって臭いおならも出るし、あとまあ老化も促進されちゃうもんで、老化の症状が出てくるから、まあ今後はちょっとのりなしでやっていきます。基本なしですね。で、今日は片頭痛出てこなかったんだよね。なんか結局あの片頭痛の原因は厚揚げですね。この間きっつい片頭痛出てきてさ、頭痛いっていう時があったんだけど、あの時もっちり系の厚揚げ、昨日か、あの土曜日だね、土曜日の日、もっちり系の厚揚げ一泊小4枚取ってんだよね、あれをね。これが原因ですね。今日ピーターコーン取ったけど別に問題なかったし、焼き干し芋とピーターコーンと黒豆煮豆、ね、問題なかったんで、やっぱり厚揚げだな。厚揚げっていうか、もっと厳密に言ったらにがりだな。まあにがりで間違いないと思う。やっぱ豆腐もそうだし、うん、やっぱちょっとね、あのにがりを気をつけた方がいいですね。取らない方がいいと思った。ただ厚揚げはね、あの出方がね、出ない時もあるんだよな、片頭痛。そんな出ない時もあるんだけど、出る時が割と多いっていうのかな、うん、出る確率が高いっていうのかな、片頭痛が出る確率が。多分、まあ、あのにがりが悪さしてるで間違いないと思うんだけどね。まあ今後ちょっと厚揚げは気をつけようかなと思ってます。豆乳だと全然調子いいんだよね。だから豆は関係ないんだよ、にがりしかないじゃんな、そしたら、うん。ピーターコーンとか焼き干し芋は片頭痛には影響しないっぽいんで、今日は出てこなかったから、まあ、この辺は今後取ってみてもいいかなと思ってるとこですね。うん、そんな感じです、うん。黒豆、煮豆、あれがちょっと使えそうだなっていうのと、厚揚げですね。厚揚げはちょっと要注意ってところです。ようやく海苔がね、なくせたね。割とねお腹膨れるんだよ、のり。まあ体脂肪率減ってきたらのりで回復させるっていうのもありかなとか思ったけどね。まあ値段高いけどな、のり、1枚が25円とか30円ぐらいだから高いよね、普通に考えて。まあなんだけど味もいいし栄養価も高いし、まあ優秀な食品であることには間違いないかなと思うけど。で、今日がですね、今日9月26日月曜日です。で、今日からはまああの基本絶食ですね。
まあ、戦時絶食の時と同じような感じで大体ね、大体やっていきたいなっていうか、まあ、そこに近づけていくっていうかな、そこでやれる費用を増やしていきたいなってとこですね。ただまあ固形物もね、一応時々 OK にしようかなと思ってます。基本はコレチ豆乳、グリーン豆乳、あとビタミン豆乳ですね。これで 1.5 リッタープラス麹水を、まあ、800か900かするぐらい、これだけでやるっていう日をまあ基本にして、で時々ね、時々デーツとか焼き干し芋とかピーターコーンとか、あと黒豆とかね、まあ、この辺をまあ取るっていうね。あとまあ甘栗も、甘栗値段高いんでね、あんま買えないけど、まあ、たまにはね、うん、この辺の固形物を取る日を、まあ、時々ね、時々設けようかなと思っています。まあ、ガス抜きみたいな感じでね、まあ、最初はどうだろう、3日に1遍かな、そのぐらい、2日に1遍ぐらいでやっていって、それを3日に1遍ぐらいね、固形物取る日をね、3日に1遍ぐらいで、4日に1遍って、だんだんちょっと減らしていこうかな。やっぱね、段階的にね、やってった方がね、成功しやすいんだよね。一気にやるとね、必ずリバウンドが来るっていうか、反動が来ちゃうんだよね。心がついてこないから。うん。徐々に変えていくって方が、まあ、結局ね、その方が、最終的にはね、早くゴールにたどり着けるかなって思ってます。で、一応ね、今日はね、もうすでにビタミン豆乳一杯飲んでんだけど、朝。うん、あと、コレチ豆乳とグリーン豆乳を取って、あともう一杯ぐらい、まあなんかちょっと取るかもしれないですね。で、その後、買い出しですね。買い出し行ってきます。で、歯磨き粉ですね。歯磨き粉がもうなかったもんで、すっかり忘れとったんだけど、歯磨き粉をちょっと買ってこないとあかんもんで、ついでにデーツですね。デーツ買ってこようかなと思ってます。今日もまあちょっとね、固形物は取るんだけど、まあこれでもだいぶ少ないんで、固形物の量は。デーツぐらいだったら全然いいでしょって思うんで。で、まあ絶食プラスアルファね、ちょっとだけ木の実。あれは木の実でいいのかな、デーツは。まあ果物ちょっと取る。果物とは言えないか、あれは。木の実だな、うん。木の実をちょっと取るっていう形で、今日は進めていきます。で、今後ね、今後はその、デーツとかもね、なしの日を増やしていく。絶食の日を増やしていくって形です。最終的にやっぱり絶食が一番いいわ。ふん。わかった。ただ前に 1.5 リッターやった時、結構しんどかったんだけど、あの時、豆乳がね、あんま覚えてないんだけど、有機豆乳か、あるいは、キッコーマンの無調整豆乳か、そのあたりを使ってたと思うんだよね、豆乳。で、その辺はだいぶ薄いもんで、薄い豆乳だから、今の個人商店の豆乳でやったら割とそんなにしんどさ出ないかもしれないんだよね。それで若返り具合をちょっと見たいなと思ってます。うん、それでもし若返っていかなかったら、キッコーマンの無調整豆乳もしくは有機豆乳ですね。名楽の有機豆乳。その辺じゃないと若返らないって話になってくるし。んで、まあ、栄養価が少ない方がいいって話になってくるよね、すると。だけど、その、個人商店のね、豆乳だね、一番濃いんだけど、この辺では。一番濃い個人商店の豆乳で若返っていくのであれば、かなり楽にね、楽に若返ることができるもんで、ここは見ていきたいところですね。個人商店のやつでダメだったら、お豆腐工房石川さんの豆乳ですね。あれがまだ美味しかったもんで、それで実験してみて、それでもダメだったら有機豆乳。で、そこからさらにキッコーマンの無調整豆乳。だけど、あの辺は美味しくないんだよね。キッコーマンの無調整豆乳美味しくないんだわ。で、名楽の有機豆乳もね、あんまり美味しくないんだよね。うん、美味しい豆乳は、もう石川さんですね。お豆腐工房石川さん。あれが一番美味しい。うん、味はもうあれが一番断トツですね。断トツ。ただ一番濃いのは個人商店の豆乳ですね。うん、なんで、まあやるのにね、一番しんどさが出ないのは個人商店の豆乳だと思うから、まあまずは個人商店の豆乳。名楽の有機豆乳もね、野菜ジュースと割ると美味しくなるんだよね、あれ。
あれそのまま飲むと美味しくないんだけど、野菜ジュース割ると美味しくなる。美味しくなるもんで、まああれでも、まあいいはいいんだけどさ。値段的にはまあ別にそんなって感じだし。っていうところです。まあその辺ね、豆乳もちょっといろいろ変えてみたらどんな感じなのか。いや、前、迷惑の雪豆乳使ったらちょっとお腹の調子いまいちになったもんで。まあなるべく個人商店のやつってやれたらいいなと思ってるところですね。なんでしばらくはね、しばらくは個人商店の豆乳使う予定です。で、時々固形物をまあ少しだけ取るっていうね。で、基本は 1.5 リッタープラス麹水。それでやっていきます。そんだけですね。そしたら今から朝食。まあ朝食っていうか、まあドリンクだね。ドリンク。グリーン、あ、これ1かな。これ1豆乳と、あと麹水飲んで、で、買い出しですね。買い出し行っていきます。ちょっと豆乳買ってくるんで。豆乳とあとデーツですね。とあと歯磨き粉ですね。買ってくるんで。したら行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったのは豆乳2リットルとあとデーツですね。180グラムかな。うん。で、石鹸歯磨きですね。これだけですね。したらデーツ食べていきます。今買い出しできました。買ったのピーターコーンと焼き干し芋ですね。昨日の黒豆煮豆が食べたくって帰ったんだけど、まあ間違いなくあれ砂糖中毒だなと思ってさ、あと芋けんぴが食べたいなと思ったんだよね。あれ油と砂糖使ってるじゃん、絶対中毒だなと思って、これこのまま買って食べたらまずいなって、完璧にもう砂糖中毒が入っちゃうもんで、そしたらまた抜くのが大変なんだよね。で、まあ最初カゴに入れたんだけど、黒豆煮豆もカゴに入れたんだよ。2袋買おうかなと思ってさ、ちょっとやばいなと思ったもんで、で途中でやめて焼き干し芋とピーターコーンですね。これに変えたってとこです。これだったら、まあ、砂糖中毒にはならんもんで。したら、今から食べていきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。9月26日月曜日、実験生活1625日目、だいたい野菜ジュース豆乳麹水で生活実験3日目です。天気は晴れ、睡眠時間9時間、前日午後8時から11時半までの3時間半と午前1時から3時半までの2時間半と4時から7時までの3時間、合わせて9時間ですね。で、深夜0時半から1時まで夕トレ。あと午後2時から3時までも夕トレやってます。まあ大体なところあるけどね。時間的には。ちょっと部分的にあやふやだけど、まあ大きくは違ってないでしょう。ジョギングなし、ウェイトトレーニングもなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの。これ1豆乳500、グリーン豆乳500、ビタミン豆乳500、麹水1000ミリです。固形物がデーツ 180g、ピーターコーン1本、焼き干し芋 220g ですね。麹水に関しては深夜0時過ぎた時点でまだ100ミリぐらいかな、100か150ぐらいは冷蔵庫に残ってたんだけど、で夜中から早朝にかけてちょこちょこ飲んでますね。時々起きてたんで、その時にこっちに来てね、少しだけ、まあ、2口とかね、3口とかちょっと飲んで、でまた寝るみたいな感じ取ってたんだけど、まあでも一応昨日分に入れちゃっていいでしょ、めんどくさいんでねってところです。今はもう空かな、なんで、まあ、1000ミリってことにしてます。尿回数7回出てて、濃さ薄め、量は平均的な量でした。大便なしですね。今日は大便出てません。おなら時々ありで、匂いは結構臭いですね。おならはね、一応ね、
夜だね。夜のおならがね、結構臭かったね。あ、なので、焼き干し芋とピーターコーンを取ってからですね、のおならが結構臭かったってとこです。うん、割とね、強烈だよ。強烈な匂いだね。で、今日の気づき。まあ、今日は結構お腹がね、膨れてて、で、体重もなんか増えてそうな感じでしたね。うん、なんか、うん、お腹周りとかがなんかそれなりの肉付きっていうか、まあボーンとなったりはしてないけど、うん、まあそれなりにね、まともなそんなに大きくは変わってはないんだけど、ただ肉付きが若干良くなったかなみたいな、そんな感じだった。まあ昨日の海苔とね、今日の、まあ、ピーターコーン焼き干し芋、この辺が大きいかなと思ったところですね。デーツ久しぶりに取ったけど、めっちゃ甘いね、やっぱ。めっちゃ甘いわ。あと、割とお腹膨れるね。うん。ですね。で、ピーターコーンと焼き干し芋を取ると、やっぱ臭いおなら出るんで、腸環境には悪いなってとこです。まあ、どっちかやめた方がいいだろう、少なくとも。うん。焼き干し芋だけにしといたら、まだマシかもしれないんで。あ、一緒に取ると多分臭いおなら出るんだろうな、と思ってるとこですけどね。まあ、その辺今後見ていこうかなって。基本ね、固形物は取らないようにしていくんだけど、うん、まあ時々ガス抜きで食べるんで、その時に焼き干し芋だけにするとか、ピーターコーンだけにするとか、で、おならの匂いの臭さとか見たりとかはしてもいいかなと思ってるところですね。まあそんだけですかね。今日は結構取っちゃったね。昨日固形物割と取ってたんで、まあその影響もあって、今日はお腹がすきやすいってことはないんだけど、なんかたくさん食べたい、精神的に食べたいっていう、ね、そんな感じの日でした。うん、まあこんだけで済んでよかったかなと思います。またスーパー行った時にね、黒豆の煮豆のやつとかね、芋けんぴとかね、砂糖の入ったものを本当に買っちゃいそうだったんで、まあでもそれ買って食べたらもう絶対砂糖中毒になるんで、瞑想してる時も落ち着かなくなっちゃうんでね、集中が続かないっていうのかな、うん、そこはまずいもんで、絶対避けたいとこですね。 で今日はピーターコーンと焼き干し芋にね、できて、ここでかいなと思った。抑えることができたんでね、砂糖中毒にならずに済んだんでね、まあ、でかいなってとこです。で、今日27日火曜日ですね。ちょっとね、農協に一回行ってこようかなと思ってます。まあ、この時間だとあんまもう残ってないかもしれないんだけど、農協、地元のね、農協で、もしかしたらなんか実験に使えそうなものがあるかもしれないんで、なんかでも魂の反応あんま良くないな。やめとこうかな。うん。まあ、今日はなるべくドリンクだけですね。で、やりたいと思ってるとこです。どうしても欲しくなったらトロピカーナの、果物ジュースですね、900のやつを買うぐらいで、なるべく固形物はなしですね。でやる予定です。そしたら今から朝食、もうすでにコレイチですね、コレイチ少し飲んでるんだけど、まああと足りなかったら、まあ、グリーン豆乳とかね、あんまたくさん一気飲んじゃうと 1.5 リッターじゃね、やってきにくくなるんで、で麹水ですね、作ってで取ってきます。今買い出しから帰ってきました。まあ今日は食べない予定だったんだけど、固形物は。うん。で、これ、肉らしい豆の嫁っていうやつだね。うん。大豆タンパクで作った肉っぽい大豆加工食品っていうのかな。原材料名大豆タンパク食品、かっこエンドタンパク、粉末状大豆タンパク、食物繊維、脱脂、大豆、でんぷんですね。国内製造。内容量 150g。販売は、ヤマスってところですね。千葉県です。で、500円ですね。150g で500円。これ、ちょっと実験で試しに使ってみようと思って。今まであんまりこういうの取ってなかったんで。
あのレトルトカレーにちょっとね、これが大豆ミートの入ってるやつはあったけど、まあ、こういうちゃんとしたやつなかった、食べてないっていうか実験してないんで、まあ、ちょっと買ってみよう、使ってみようかなっていう。あとは、まあ、スタイル1のむき甘栗ですね。と、ゆでピーナッツ。これ昔好きだったんで、美味しいんで、これ。結構美味しい。この辺、ちょっと使ってみようと思ってます。今日はこの2つで、これはとりあえず水で戻すんで、まあ明日かな。まあ少し醤油で味付けした水の中に漬けといて、まあ一昼夜ですね、漬けといて。で、明日ちょっと食べてみようかな。明日か、あるいは、まあ、食べたかったら、まあ、早朝とかね、夜中に食べちゃう可能性もあるけど、ってところです。おはようございます。昨日の結果報告ですね。9月27日火曜日、実験生活1626日目、代替野菜ジュース豆乳麹水で生活実験4日目です。天気は晴れ、雨が夜にちょっと降ってます。睡眠時間7時間半、前日午後8時半から午前1時までの4時間半、あと午前3時から6時までの3時間、合わせて7時間半ですね。午前2時から3時まで1時間ほど夕トレ、あと午後1時から2時までも1時間ほど夕トレやっています。ジョギングなし、ウェイトトレーニングもなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、コレチ豆乳500、グリーン豆乳500、ビタミン豆乳500、で、エコジュース900。固形物が、ゆでピーナッツ 90g、むき甘栗 85g、大豆ミート 30g くらいってところです。大豆ミートはまあ大体ですね。全部で150だったけど、まあ、5粒かな、5粒ぐらい取ったかな。で、尿回数9回出てて、濃さ薄め、量は平均的な量でした。だいぶ2回ですね、出てます。1回目朝、色黒ヘドロ色、中太バナナ状30センチプラスブチブチ状で100ミリくらい、平均的な硬さで匂いは少しありってところです。ブチブチ状って本当になんかブチ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 って出てくる感じ、なんかトロッとしてるわけでもなくて、キーマカレーみたいな感じっていうのかな。キーマカレーみたいな。で、2回目昼過ぎですね。色同じく黒ヘドロ色。ドロドロ状で300ミリくらい。匂いは少しありってところです。このドロドロは本当にドロドロなんだよね。下痢までいかないんだけど、形を保ってない状態なんで、ちょっと水分、取った水分が多かったかなっていうところですね。ちょっと原因わかんないんだけどね、これ。昼過ぎなんで、ビタミン豆乳取ってからですね。で、おなら時々あるで匂いは割と臭いってところです。おならに関してはね、日中朝から昼過ぎだったかな。までは全然出てないんだけど、昼過ぎだったかな、もう夕方ぐらいまでだったかな。までは出てなかったんだよね。あ、今日なんかおなら全然ないじゃんみたいな。調子いいじゃんと思ってたんだけど。で、夜ですね。夜、ゆでピーナッツとむき甘栗と大豆ミート食べてから、まあ、ゆでピーナッツとむき甘栗ですね。これ食べてからおなら出るようになってますね。で、しかも割と臭いおならが出てます。なしからまあ割と臭いってとこですかね、今日。で、今日の気づき。まずね、甘栗。スタイル1の有機甘栗だったかな。あれ、初めてまあ食べたんだけど、味がね、多分初めてだと思う。あれは。スタイル1のもうちょっとね、大きな袋のやつは食べたことあったけど。あのタイプは確か初めてだと思うけど、忘れてるだけかもしれんけど。味がね、なんか変な味するんだよね、あれ。なんかエビの粉末の味っていうのかな。海産物の味っていうのかな。なんか明らかにね、甘栗の味じゃない味がするんだよ。おかしいね、あれ。一個一個はね、ちゃんと甘栗のちゃんとした形でゴロゴロっとしてて、いいんだけど、なんか味だけ変な味がする。
なんか本当エビの粉末のような味っていうのかな。何この味と思ったね。しかも1個や2個じゃないよ、ほぼ全部そういう味がする。まあ後半ちょっと分からなくなってきたけどね、まあ食べてるとね分かんなくなってきちゃうんだけどさ、舌がね生きてるとね、絶食とかね食事制限して舌が回復してるとね、そうすると、まあ、鋭くなってるって言い方でもいいけど、舌が鋭くなってると気づくっていうのかな。まあでもあの味は他の人でも違和感あるんじゃないかなと思うけどな。明らかに変な味だったでね。ほんとなんかね、エビの粉末。その味。でした。まあ、もう買わないですね、あれは。あのむき甘栗はもう買わない。あと大豆ミートに関してはね、まあ、食べたんだけど味ちょっといまいちだったね。まあ作り方が本来の作り方食べ方じゃないから、あれ本来はぬるま湯に30分つけて、その後に、まあ、片栗粉とかあと、まあ、唐揚げの素ですね、まぶして、で油で揚げて食べるっていうのが本来の食べ方なんで、その食べ方だったら美味しく食べてたかもしれないんだけど、まあ、基本的に油で揚げるってことはやりたくないもんで。で、まあ私の場合は、すき焼きのタレですね。すき焼きのタレが少し残ってた瓶の中に水入れて、あと醤油もちょっと入れて、で、味ちょっと整えて、で、その中に、まあ漬けといたっていう形。まあ上の方に浮いてきちゃうんだけど、これだけど、1時間ぐらいしたかな。1時間ぐらい経ってから、まあ取ってみたら、まあそれなりに問題なく戻ってたっていうか、食べれる状態だったんでね。2個ぐらいね、中心付近が少しまだ浸透してないっていうか戻ってなかったけどね。カラカラの状態に近かったけど。まあほぼほぼ戻ってたんで、まあこれでもいけるのかなと思ったとこですね。ただ味はそんな美味しくないですね。なんかね、古いタンスのような味っていうのかな。ちょっと、まあ、これを好んで食べる気にはならんかなっていう感じでしたね。ただ、片頭痛とか出てこないし、一応出てこなかったんだけど、まあ、30g しか取ってないっていうのもあるんだけど、片頭痛は豆乳だと出てこなくって、豆腐とか厚揚げで出てくるから、まあ、にがりが原因で間違いないと思うんで、大豆ミートはにがり入ってないもんで、だから、まあ、問題ないと思うんだけど、まあ、片頭痛は出てこないと思うんだけど、ただ味が美味しくなかったんで、まあ今後はそう試す必要はないかなってとこですね。なんか固形物がね欲しい時、あとまあ体重体脂肪率があんまり減ってきちゃった時に回復させるのにね、大豆ミートもしかしたら使えるかなと思ったけど、まあ油で揚げて唐揚げにしないとダメっぽいかなってとこですね。ただ大豆ミートもいろんな種類出てるんで、ものによってはまあ問題ないかもしれない。肉らしいっていうやつだね。肉らしい豆な嫁ってやつ。あの商品に関しては、まあ、戻しただけだと、ちょっといまいちかなって感じでしたね。っていうところです。ただ、今、行きつけのスーパーは、あれしか売ってなかったもんで、まあ、探したら出てくる可能性あるんだけど、まあ、パッと見あれしかなかったんで、もうちょっと冷蔵コーナーとかね、そういうところには違ったものが置いてあるかもしれないけど、ちょっとわかんなかった。今後、すき焼きのタレでなんか食べれるものがね、頭痛、片頭痛が出てこないやつで食べれるものがあったらいいなと思ったんだけど。まあ、大豆ミートは今んとこちょっといまいちかなってとこです。あと、普通の豆ですね。普通の豆を、まあ、すき焼きのタレで食べるっていうのもありかなと思ったんだけど。普通の豆意外と高いんでね。あとはまあ納豆ぐらいだけど、納豆だと、まあ麹水がね、味変わっちゃったりするんで、おそらくね。まあ納豆もなーってとこですね。そんな感じで、茹でピーナッツ美味しかったですね。久しぶりに食べたけど、ああ、この味と思った。美味しかったけど、割とお腹も膨れるんでね、体脂肪率を回復させるにゆでピーナッツはいいかもしれないと思ったところです。ただあんまり空腹の時にピーナッツってなんか良くなかった気がしたけどな。まあそんな感じでした。やっぱり干し芋かな、焼き干し芋とピーターコーン、あのあたりがまあ鉄板かな、固形物欲しい時にね。
で、それプラスゆでピーナッツ、この辺かなってとこですね。まあ、取るとしたら、まあ、体重体脂肪率のコントロールにね、まあ、その辺を使うのはありかもしれないと思ったところです。ただ今日ね、朝なんか妙に体が硬かったんだよね。体硬かったんだよって。なので、もしかしたらゆでピーナッツだね。むき甘栗は多分関係ないと思うんで、大豆ミートも 30g ぐらいで関係するかなって思うから、ピーナッツかなってとこですね、怪しいのは。まあそんな感じでした。で、今日ですね、今日28日水曜日です。今日はまず豆乳ですね、豆乳買ってきます。で、あと買い出しでドリンクですね、これ1グリーンスムージー、ビタミンスムージー、ここの補充ですね、まあ1本ずつ買ってこようと思ってます。あんまたくさんまとめて買うとね、たくさん飲んじゃうんだよね。たくさんあるとたくさん飲んじゃうから、まあ少量ずつね、買い足すって形でやっていきます。で、ついでに焼き欲しいもんも買ってこようかなと思ってるところです。まあそんだけですね。で、昨日の大豆ミートがまだ 120g くらい残ってるもんで、まああれは今日中に取っちゃう予定です。一応ぬるま湯につけて戻して、それからすき焼きのタレで食べるって形ですね。まあ味はあんま美味しくないかもしれないけど、油で揚げることはしない予定です。まあ魂の反応も良くなかったんでってとこですね。やっぱ揚げた油は体に入れない方がいいんじゃないかなってとこです。うん、まあそんだけです。そしたら今から、まあもうすでにビタミン豆乳を深夜の夜中ですね、夜中から早朝にかけて、で、さらに朝これ1豆乳を少し飲んでるんで、まあ、今からすぐ買い出しですね、豆乳買ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったのは豆乳2リットルと、あとグリーンスムージーとこれ1とビタミンスムージーですね。と、あと焼き干し芋。まあ、こんだけです。したら今からこれとあと大豆ミートですね、食べていきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。9月28日水曜日、実験生活1627日目、代替野菜ジュース豆乳麹水で生活実験5日目です。天気は曇り、睡眠時間6時間半、前日午後10時から午前3時半までの5時間半と午前6時から7時までの1時間、合わせて6時間半です。で、午前5時から6時まで夕トレ、あと朝に1時間ほど夕トレやってます。で、あと、ジョギングなし、ウエイトトレーニングもなしです。で、飲食ですね。まず飲んだもの、これ1豆乳500、グリーン豆乳500、ビタミン豆乳1000ミリ、あと麹水900です。固形物が大豆ミート 120g、焼き干し芋 220g です。なので今日は 1.5 リッターじゃなくて2リットルだね。2リットルプラス麹水。尿回数8回出てて、濃さ平均的、薄め、量は平均的な量でした。大便なしですね。で、おならは時々ありで、匂いは結構臭いってところです。で、今日の気づき。まず今日はね、バイオリズムのなんか ひどいっていうか悪い日で、なんかやる気もしないんで、なんで編集作業全くやってないですね、今日。で、お腹もなんか割とすくんで、で、ビタミン豆乳2杯ですね、1000ミリ取っています。ただ大豆ミートに関しては、鍋にちょっと水入れて、で、まあ沸かすっていうか、うん、沸騰させるんだけど、そこに大豆ミート入れて沸騰させると、割とね、美味しく食べれたね。うん。割と美味しく食べれた。うん、まあそこそこ染み込んで、ね、お湯が染み込んで、で、形が戻るっていうのが少し大きくなるんだけど、やっぱ乾燥させてるだけあってね。
で、食感は、やっぱ鶏肉に近いな、やっぱり。うん。美味しい。鶏肉に近くって、で、味もそこまで悪くないって感じですね。ただ、なんていうの、調味液につけて戻すよりは、やっぱお湯だね。お湯につけて戻した方が味は美味しいなと思った。まあ、あれだったら、汚れないもんで、普通の鶏肉食べたらね、汚れちゃうけど、大豆ミートだったら汚れないもんで、まあ、大豆ミートの方がいいわなと思った。あと、お腹割とね、膨れるし、腹持ちがいいですね。うん。翌朝になってもね、お腹空いたって感じにならないんだよ。割とお腹膨れた状態だよね。不思議とね。うん、他の食べ物だと大体翌朝お腹キューってなって、ああ、空いたってなるんだけど、この大豆ミートはならないね。腹持ちがすごくいいんだわ。そういうとこいいなと思ったね。値段的にも 150g で500円ぐらいなんで、まあ、問題ないですね。これだったら全然いいって感じです。なんだけど、うん、まあ別にこれをずっと食べる理由がないかなっていうとこですね。うん。まあ絶食不老不死においてはね、不老不死で言えば、まあこれを選ぶ必要はないかなと思うけど、豆腐とかね、厚揚げとかね、あの辺だと凝固剤、あと高野豆腐もそうだけど、凝固剤にがりが入ってるもんで、まあ片頭痛の原因になるから。だけど大豆ミートは凝固剤入ってないもんで、あの片頭痛が出にくいんだよね。まあそういうところでありかなって思ったところですね。値段的にいいし、味も悪くないですね。まあ唐揚げにするのが一番ベストかなと思ったけど、唐揚げめんどくさいもんで、あんまやらないっていうね。フライヤーって、電気のね、簡単に一人用のフライヤーってあるじゃん。ね、アマゾンでも売ってるけどさ、電気つけて、中にね、まあ少しだけ油入れて、で、そこで自分一人用のね、唐揚げとかね、揚げ物は楽しめるってやつがあるんだけど。まあ、それ使って食べる分にはいいかなと思った。片栗粉でもいいし、ね。まあ、唐揚げの素でもいいけどさ、つけて。で、一人用でね。で、揚げたてをね、その都度食べるっていうね。うまいよね。絶対うまいと思うんだ。まあ、やらないけど。まあ、いつかやってもいいけど。まあ、油自体は体にいいもんじゃないんでね。少なくとも若返りにはマイナスになるんで、ね。とりあえず今はやらないってとこですね。今やらないっていうかずっとやらないかもしれないけど。うん、そういった揚げ物にするんだったら、これ、かなり使えるかなと思ったとこです。で、値段もいい。で、味もいい。で、腹持ちもいいですね。で、汚れもない。うん、かなりいいですね。普通の肉みたいに、そういう寄生虫とか、あと病原菌みたいな、そういうのもないわけだから、うん、優秀ですよね。まあ、こんな感じです。ただ、おならはね、結構臭かったんで、あのおならもね、焼き干し芋食べてから出てるんで、やっぱ焼き干し芋がおならの原因かなって気もしたけど、この間、焼き干し芋食べても出てこなかったけどな。ある程度やっぱりいろいろ食べちゃうとね、食べちゃうとあかんかもしれないですね。まあおならに関してはやっぱその食べるものもしくは量ですね、が悪いと臭いおならが出てくるっていうね。で、今回に関して言えばバキューム感みたいなね、嫌な臭い匂いが出てきてたんで。まあ量も多かったし、あとまあ大豆ミートと焼き干し芋なんでね。この辺なくす必要はあるだろうってところです。そんだけかな。大豆ミートはもしかしたらね、また使う可能性はあるかなと思ったけど、まあとりあえず実験の対象にはならないっていうか、実験には必要ないってところです。あと今日ですね、今日9月29日木曜日です。今日は編集やらないとさすがにまずいんで、編集作業と、あともしかしたら甘栗買ってくるかもしれないですね。久しぶりに甘栗ちょっと食べてみようかなって。焼き干し芋でもいいんだけど、個人的になんか焼き干し芋の方がね、甘くて美味しくて満足感は高いんだよね。甘栗ってね、意外とそんなに味しないんだよな。ほのかなその甘さとか旨味はあるんだけど、弱いんだよね。
弱いし、結構ねその焼きすぎでなんか味が良くなかったりとかいうのも割とある。美味しい甘栗ってそこまで多くなかったりするんで、なんか味があんまりないか悪いかみたいなね、うん、それでいって値段は結構高いもんで、甘栗ってあんまり満足感ないんだけど、うん、お腹は膨れやすいね。あれ膨れやすいっていうのも逆にマイナスであるんだけどさ、なんだけどまあ時々やっぱりなんか、うん、食べたいよねっていうところです。うん、まあそんな感じなんで買ってくるかもしれないですね。あとまあ今後ですね、これからはもうドリンクで、なので絶食ですね、絶食でやっていきたいんで、まあ時々固形物取るかもしれんけど、というかまあタイトル自体が野菜ジュース豆乳麹水なんで、固形物はまあ基本なしの予定なんだけど、まだちょっと取っちゃってるね、うん、ちょっと取っちゃってる、なかなか踏ん切りがつかないですね、うん、だけどまあ今後ちょっとなるべくね、その固形物でしのぐんじゃなくって、まあ、果物ジュースですね、あのトロピカーナの果物ジュースとか、うん、あの辺で、まあ、しのぐようにね、まあ、していきたいなと思ってるところです。あんまりね果物ジュースもたくさん取るとね精神が悪くなるんでね、うん、まあ、注意したいなというところですけどね。そんだけで取るものはこれ1豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳をとりあえず1杯ずつ、あと麹水900ですね、まあそんだけで、固形物が甘栗ちょっと買ってきちゃうかもしれない、あるいはまあ別のものかもしれないけど、もうなんか買ってくるかなってとこですね今日は。そしたら今から朝食、まあこれ1もうすでにね取ってるんだけど、まあ300ぐらい取ったかなこれ1で、麹水ちょっと飲んで、それから編集やって買い出しですね、行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったもの、まずゆでピーナッツですね、これと、あとトロピカーナ丸ごと果実感のマンゴー、マンゴーブレンドですね、これ買ってきました、900です。うん、でね、これだけでちょっとさすがに寂しいなと思って、うん、いろいろ探した、スーパージュース、スーパージュースじゃないか、一つのスーパーなんだけど、スーパーの食品売り場をまあいろいろじっくり見て回ったんだけどね、うん、結局なんかあんまりいいのなかったね。前にココナッツ、ココナッツのなんか果実を薄くスライスして、で砂糖で味付けしたやつで揚げたやつ、あ揚げてないか、ローストしたやつかな、焼いたやつのお菓子があったよね、一袋100円ぐらいのやつ、あれ買おうと思ったらさ、なかったんだわなくなってたね。まあ業務スーパー行ったらあるかもしれないんだけど、うん、なくなってて買えなくなってて、でカレー、前あのベジタリアンが食べれるカレー、レトルトカレーあったじゃん、一種類だけあったんだわ、しかも味結構美味しかった、それ買おうかなと思ってさ、久しぶりにベジタリアンカレー、そしたらさ、なくなってたね、それもなくなってた、もう全部動物性のものを使ったね、ビーフとかチキンとかポークとか、うん、そういうカレーばっかになってたねでカレーもダメで、であのいなり寿司のいなりの袋の方だね、袋の方のやつも買おうかなと思ったんだけど、なんか魂の反応悪くって、おそらく味も良くないんじゃないかなと思うけど、なんかこれだっていうのがなかったね。ピーターコーンもね、なんか魂の反応あんま良くないんだよね。で焼き干し芋に関してはね、いいとも悪いとも言わないんだわ。なもんでまあちょっとやめといたんだけど、夏関係だとまあいかり豆ぐらいかなと思ったら、いかり豆も油使ってるじゃん、まあいまいちかなって、そんなに食べたいってわけでもないし、わざわざね
油入れるほどの理由もないかなっていうところで結局やめたんだよ。多分でもまあこれだけになっちゃったんだけど、これはね反応が良かったもんで、うん、問題なく買ったんだけど、まあそんな感じでした。まあそろそろ固形物はやっぱねなしにしなきゃあかんっていう、まあ、そんなところです。でもどうにもねなんか食べたくてしょうがないもんで食べたくてしょうがない。で、すき焼きのタレ、すき焼きのタレの中に、根昆布のね、カットした根昆布が入ってるもんで、それをね、さっきちょっとね、昼寝の時にね、少し食べたんだ。根昆布をね。あれはあれでね、いいかなと思った。うん。まあ、今後も根昆布は取ってもいいかなと思った。醤油の味もついてるし。で、これ、まあ、うちのね、家族にね、おろしたっていうか前に少しだけ食べてなんか調子良くなかったもんで、あの家族にまああげたやつなんだけど、まだこんだけ残ってんだよね。でこれをちょっと食べようかなって今から豆乳とね混ぜてねって思ってるところです。あとどんな最初全部で 800g 入ってたんで、まあどうだろうな、これも 300g ぐらい残ってるかな、と思うけどな。300g ぐらいかな。まあこれちょっと取ろうかなってとこですね。したらこれ味ちょっと確認。マンゴーなんでね。うん。まあマンゴーの味はそんなに強くないけど、ちょっとするね。ちょっとっていうかまあ3-4割ぐらいでも、3割4割ぐらいマンゴーの味がするかな。やっぱリンゴジュースが多いな、ちょっと。まあでも、悪くはないかなってとこですね。ってとこです。まあそう。一応マンゴーを楽しむことはできる感じですね。マンゴーピューレが入ってるってところです。したら取ってきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。9月29日木曜日、実験生活1628日目、だいたい野菜ジュース豆乳麹水で生活実験6日目です。天気�曇り一時雨、睡眠時間8時間、前日午後9時から午前2時までの5時間と午前3時から6時までの3時間、合わせて8時間ですね。途中ちょっとだけゆうトレやってるんだけどお腹が膨れちゃってたもんでゆうトレあんまできなかったですね。ジョギングなし、ウエイトトレーニングもなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、コレイチ豆乳 1000ml、 グリーン豆乳500、ビタミン豆乳500、マンゴーブレンド900、麹水600です。固形物がブランミューズリー 300g くらい、あとゆでピーナッツ 90g です。まあブランミューズリーだね、朝食シリアルですね、あれが多いってところです。尿回数10回出てて、濃さ薄め、量は平均的な量でした。大便1回出てます。夜ですね、色黒緑色プラス茶色、チューブとバナナ状50センチプラスドロドロ状で150ミリくらい、柔らかめで匂いは少しありってところです。まあ黒緑っていうとねちょっと語弊があるんだけど、そんなに緑っぽくない緑っていうのかな、まあ、ヘドロ色って言った方がいいかもしれないですね。黒ヘドロ色っていうのかな、黒っぽくってでも灰色っぽくってなんか少し緑っぽさもあってっていうね、まあそういう色合いなんだよね。なんかもう明らかに緑っていうような緑の色じゃなくって、なんだろう、あの葉っぱとかのねああいう緑じゃなくって、もうなんかすごくくすんだ
黒緑のような、なんていうのかな、成分が少し混ざってるみたいな、そんな色合いで、チューブとバナナ状はその、まあ、黒緑色だったんだけど、まあ、そこまで緑じゃないけど、で、あとドロドロ状のところが茶色でしたね。もう色が全然違うんだよ全く違う。茶色の方は黒っぽくもあんまりないっていうのは、まあ、若干黒さはあったけど、そこまで黒っぽくない、もうなんか茶色って感じですね。まあ、途中で、まあ、変わってるっていうのかな、便の、まあ、土と同じだよね。あの土の体積っていうのかな、層があるじゃん、ね、地層ね、あの地層と同じような感じで食べ物が変わって、で色合いがまあ変化したっていう。この辺があれかな、海苔かな。でも海苔食べたのって25日の日曜日だもんね。ここはラストなんだよね。で26日月曜日は便が出てなくって、27日火曜日に便が2回出てるんだけど、黒ヘドロ色なんだよね。で28日は便出てなくって、で29日だね、今回昨日だね、は便黒緑色と茶色なんで、なんで海苔の便だね、海苔の便がまだ残ってたのかなっていうね。27日の日には全部できてなかったんだよね。できてなくって、で今日できったっていうのかな、全部出したっていうのかな、海苔の成分をね海苔の成分、黒い部分をね、全部出したっていう、まあその可能性が高いかなってところです。おならは結構多くって、あと匂いもかなり臭いってとこですね。今日おならは割と多かったよ。まあ特に後半ですね、後半多かったですね。でしかも匂いもね、嫌な匂いなんだよ、バキュームカーのような嫌な臭い匂いですね。なので、まあ、固形物だな。固形物取ると、しかもたくさん取ると、出てくるね、臭いのらが。昨日も臭かったね。昨日というか28日水曜日ね。この日大豆ミートが多分原因だと思うんだけど。まあ、そんなところです。で、まあ、今日の気づきとしては、やっぱりお腹が膨れると言うトレがね、うまくできないっていうね。うん。ここ、集中ができないっていうのかな。なんか、深く入っていかないっていうのかな。そんな感じ。で、あと、ブランミューズリーですね。久しぶりに食べたんだけど、前食べた時に、なんかレーズンですね。レーズンの味が結構きつくって、ほいで、ちょっとなんか調子がいまいちになったんだよね。まあ、そこまでひどくはないけど、なんかちょっと調子が少しいまいちだな、みたいな。になったんだわ。これだもんで、まあ食べるのやめたんだけど、あの時は豆乳に、そのシリアルだね。シリアルを入れて、で食べてたんだよね。で、今回はね、違うんだよ。もう混ぜたやつだね。グリーン豆乳とか、ビタミン豆乳とか、あとコレイチ豆乳ですね。混ぜたやつ、野菜ジュースと一体して混ぜたものの中にシリアルを入れたんだよね。ミューズリーを入れたんだわ。そしたらね、問題なかったね。なんかその体調が悪くなる、調子が悪くなるっていうことは全くなかったね。全然問題なかったですね。あれいけるじゃんと思った。ただ、まあ、豆乳の時に悪くなったってことは、単純にでも気づいてないだけっていうのかな。すぐに体が反応してないだけで、まあ、良くない成分が入っちゃってる可能性もあるんだけどさ。入ってるけど、まあ気づかないみたいな。まあグリーン豆乳とかにするとね、多少まあ粘度があるもんで、で、そのシリアルとか、あとまあレーズンとかがね、まあコーティングされるっていうのかな。もうお腹に入ってた時も、その、まあ消化がまろやかになるっていうのかな。これ間違いないと思うんだわ。豆乳の時はまあ割とダイレクトに入ってくるから、それで反応したのかなと思うんだけど。なんで、まあグリーン豆乳にするとグリーンスムージーがクッション剤になるみたいなね。そんな感じ。で、意外と問題なかったんで。で、あと、まあエネルギー的にもね、十分なんで。これ、ふすまも入ってるからさ、小麦のふすま。まあ米でいうところのぬかですね、ぬか。ああいう栄養素の高いところも入ってるもんで。これ使えるかもしれないと思ったね。まあ、今後ちょっとね、ちょこちょこ仕事をやっていくもんで、
仕事行く日にこのシリアルですね、シリアルもまあ混ぜて取るっていう、そうするとエネルギー的にも十分だから、まあ、仕事も問題なくこなせるだろうし、で休み、仕事のない日はね、ない日は絶食ですね、絶食でやるっていうね、うん、まあ、そういうスタイルで行ってみようかなって思ってるところですね。まあタイトルは野菜ジュース豆乳酵ジュースになってるんだけど、固形物は取らないようにっていうつもりだったんだけど、ちょっとね、なんかどうしてもね食べたいんだわ、食べたくなったっていうのかな、無性に食べたくなったもんで、でちょっと使ってみる予定です。今後ね使ってみようかなと思ってます。ゆでピーナッツは普通に美味しかったですね。あれ魂の反応がいいもんで、まあ、今後ゆでピーナッツはちょこちょこ買ってもいいかなと思ってます。なのでブランミューズリー、まあシリアルですね、砂糖の入ってないシリアル、健康志向なシリアルですね、とあとゆでピーナッツ、まあこの辺は固形物として今後使ってみようかなっていうとこです。あの砂糖の入ったシリアルはね、調子悪くなるっていうか、心臓になんか痛み出てくるでね、あれね、あれは取らない方がいいなと思った。まあ、ケロッグのやつはねまだマシだったけどね、ケロッグは、まあこのブランミューズリーは全然問題ないもんで、うん、添加物とか砂糖も入ってなかったね、確かね、うん、その代わりレーズンが甘いもんで、まあ、そこで味のコントロールができてるみたいなところです。ちょっと買い出しでね、まあ、今日行ってきます。でブランミューズリーがもしあればね、あれば買ってくるってとこです。まあ、そんだけですね、うん、ブランミューズリーが意外に使えるっていうね、まあ使えるっていうか、もうちょっと実験してみないと分かんないけど。で、9月30日金曜日。ただなんか喉がね、痰がちょっとへばりつきやすいね、今日。多分で、ああいう、やっぱ穀物だな。穀物、まあ大豆も穀物だけどさ、穀類って言った方がいいか。穀物は取ると、やっぱちょっと喉が、っていうか固形物だね。固形物多めに取ると、やっぱ痰がへばりつきやすくなるね、喉にね。で今日は30日は、まあ、これ1豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳1杯ずつは作って、で麹水ですね、麹水が300残ってるんで300取って、その後まあ新しくね足して、まあ、どのぐらい取るか分かんないけど900、800か900ぐらい取る予定です。あと買い出して豆乳ですね、豆乳買ってきます。で編集ですね、編集も終えて、で先週分をアップロードするっていう形、まあ、レンダリング中に買い出し行ってこようかなと思ってます。で今日中にアップロードする予定です。買い出して買うのは豆乳、豆乳はまあ一回ちょっと買いに行って個人商店行って戻ってきて、で冷蔵庫に置いてからもう一回ね新しくスーパーに行くって形、このブランミューズリーが売ってたお店ですねに行ってくる予定、それ隣町だもんでちょっと時間かかるけど、まあ行ってこようかなと思ってます。でブランミューズリーだけじゃなくて、他にもそういうまあ、シリアル系で砂糖が入ってなくって、で栄養素高めで良さそうなのがあればね、カルディコーヒーだね、あそこに結構良さそうなのが、値段ちょっと高めだったけどあったもんで、まあ、その辺も実験で使ってみてもいいかなって思ってるとこです。なんでね、ちょっとその辺のシリアル探してこようかなって、実験に使ってみようかなって思っています。で買い出しは行ってきます。そんだけですね。うん、そしたら今から朝食、まあお腹あんま減ってないんだけど、これ1豆乳とか取って、で編集やって、でその後買い出しですね。行ってきます。で今買い出しから帰ってきました。買ったもの、まずこれですね。サイテンバッハミューズリーマウンテンクライマーですね。ミューズリーですね。ただ値段がね、400g で1000円なんだよね。昨日食べたミューズリーが 800g で880円だったかな。そのぐらいなんだよね。なのでまあ倍だね。倍ぐらいする。原材料名は全粒スペルト小麦、レーズン、ひまわりの種、リンゴ、全粒スペルト小麦、加工品、加工、全粒小麦、濃縮ぶどう果汁、とじ、で全粒スペルト小麦フレーク、括弧全粒小麦、大麦麦芽、食塩とじ、
ピーナッツ、アーモンド、ヘーゼルナッツ、甘煮、かぼちゃの種、小麦、胚芽、ごまってところです。で 400g、 原産国はドイツですね。輸入者はオーバーシーズってところ、これカルディコーヒーで買ったんですね、うん、これあとこれ、バレドロズヒミニグリッシーニトマトですね。名称はグリッシーニ、原材料名小麦粉、植物油脂、トマトパウダー、食塩、イースト、小麦、麦芽粉、オレガノですね。内容量 100g、 原産国はイタリアですね。輸入はオーバーシーズです。あ、この住所あれだな世田谷区白田5-11-10、これ借りてるやつじゃねえかな、うんですね。あとこれシュルンダープンパニッケル6枚スライスね。ライ麦パンですね。ドイツ伝統のライ麦パン、原材料名が全粒ライ麦、麦芽、食塩ですね。こんだけ。内容量は 250g、 原産国はドイツで、オーバーシーズですね、うん、これだけ。あとは、まあ、前に買ったことあるからですね。チュニジア産のデグレヌアデーツ、ね、130g です。これキャメルコーヒーさん、うん、なんでこれをちょっとね、あのグリーン豆乳に入れてで食べてみようかなって思っています。味だけ見てみようかな。うん、これがね、まあ、いくつかこういうミューズリーはあったんだけど、中で一番魂の反応が良かったのがこれですね。まあ、値段もこれが一番高かったんだけどさ。なんかこんな感じですね。うん、これなんだろう、なんか柔らかいんだけど。加工品かな。あ、リンゴか。あ、リンゴだな、これ。うん。これが加工品だな。でレーズンとかアーモンド、これなんだろう、これも加工品だね。うん、まあなんか割とちゃんとしてるよね確かに値段高いだけあるかな。美味しそうだね。 400g すぐなくなっちゃうけど、あとこれだね。まあ、これは見なくてもいいだら、うん、これライ麦パン、こんな感じ。匂いがねなんか変な酸味の匂いだな、確かに。これは。あんま美味しい感じの匂いじゃないね。なんか漬物とかかな。ん？6 枚スライスよな。ああ。こうなってんのか。すっごい薄いスライスだね。こんなんだよ。なあ、味はなんだろう、なんとも言えんな。甘いってことはないんだけど、なんか魚醤とかあの辺だね。あの醤油でもなんか魚ベースの醤油っていうのかな、あるじゃん、あれちょっとなんか臭みの強いやつ、ああいうのになんか漬け込んだ味とか匂いがするこのままいけなくはないけど、そう好んで食べるような味わいでもないかなって感じですね。お腹は膨れそうですね、これ。うん。なんとも言えん。そんな感じです。そしたら取ってきます。
昨日の結果報告です。9月30日金曜日、実験生活1629日目、代替野菜ジュース豆乳麹水で生活実験7日目です。天気晴れ、睡眠時間5時間半、前日午後9時から11時半までの2時間半、あと午前2時から5時までの3時間、合わせて5時間半ですね。で、ゆうトレ朝1時間半ほどやってます。ジョギングなし、ウエットトレーニングもなしです。で、飲食、まず飲んだもの、コレイチ豆乳 1000ml、 グリーン豆乳 500、 麹水700、固形物がライ麦黒パン1パック6枚スライスですね。で、ミューズリー 300g、 グリッシーニ 100g、 デーツ 130g です。今日はなんかいつもと全然違うんだよね取ってるものが。尿回数7回出てて、濃さ薄め、平均的、量は平均的な量でした。大便なしですね。今日は大便出てません。おなら時々ありで、匂いは結構臭いってところです。おならはね、なんか昨日よりはマシだったんだけど、そこまできつい臭さじゃなくて、まろやかな感じ。少しマイルドになったかなと思ったぐらいですね。だけど夜遅くになるにつれて、だんだん匂いもちょっと強くなってきたね。普通のあの臭い嫌な匂いになってきたっていうかな。で、今日の気づきとしては、まあそうだな、ライ麦黒パンはまずあんま美味しくなかったね。なんかあの酸っぱい魚醤のような、あんまそうない匂いっていうのかな、そんなに好まれないような匂いがするんだよね。パンって言ってもね、パンっぽくないんだよな。どっちかっていうと、語弊はあるんだけど、餅を餅米じゃなくって、普通の米で餅作ったらこんな感じになるかもしれんみたいな。ちょっと語弊があるけど。で、なんか妙に酸っぱくって、魚ね、魚ベースの醤油、魚醤あるじゃん。あれを、まあ、水でちょっと薄めてそこに漬け込んだみたいな、そんな、まあ、匂いとか、味はそう悪くないんだけど、ただ酸味がちょっとあるんで、この酸っぱさってなんか傷んだ時の酸っぱさかなみたいな、まあ、味は別に傷んでるような味もしないんだけど、なんかいろいろ微妙な感じだったね。これ好んで食べる人ってどのぐらいいるんだろうなって思った。ただ食べてると慣れてくるんでね、慣れてくるんであんま気にはならなくなるんだけど、匂いとか。そしたら普通にまあお腹も膨れるし、まあまあこれはこれでいいかもなっていうね。で、そう、痛むこともないんだったら、ね、携帯食としていいかもしれないしと思ったけど。まあでもそんなすごい美味しいってわけでもないし、これ選ぶ理由は特にないかなってとこですね。まあ、これ買うんだったら普通のパンでいいじゃんと思うけど、普通のパンはあんま栄養ないもんね。なんで、まあそうだね、ふすまとかも入ってるパンとかだったらね、いいかもしれない。全粒パンだったらね、いいかもしれない。まあそっちを買った方がいいんじゃないかなと思ったぐらいですね。で、ミューズリーに関してはね、このサイテンバッハのマウンテンミューズリーですね。マウンテンクライマーだね、これなんだけど、これね、調子良かった。普通に調子良かったね。なんかそのまま食べても、その前のね、前のミューズリーみたいになんかちょっと嫌な感じっていうかな、ちょっとなんか調子が悪くなる感じがあるんだけど、そういうのがね、これは出てこないんだわ。この間食べたやつだね。あのブランミューズリーってやつだね。イギリスのやつ。はね、なんかちょっとなんか食べるとね、そのまま直に取ったりとか、あと豆乳で割って取ったりするとなんかちょっとね、嫌な感じが出てくるんだわ。調子がなんかいまいちっていうかな、少し悪くなるんだけど、これはね全く悪くならないんだわ。だから使ってる材料がいいのかな。ただ値段は倍以上するから、この間の昨日のやつだね、昨日ってか一昨日か、あのブランミューズリーだね、 800g 入ってたやつね。あれの倍するんだけど、値段としては。だけど調子がいいですね、これ。嫌な感じが全然ないっていうか、調子悪くならないもんで、直に取ってみたけど悪くならないし、あとまあその割って、ね、
グリーン豆乳に入れて取ってみたけど、まあ問題ないって感じですね。グリーン豆乳に入れた方がまあ取りやすいなと思った。まあパサパサだもんで、やっぱ多少ふやかした方が、まあ、取りやすいなってとこですね。コレイチ豆乳とはやっぱちょっとね微妙に相性が悪くはないんだけど、取れなくはないんだけど、やっぱ入れるんだったらグリーン豆乳かビタミン豆乳かなってとこですね。コレイチ豆乳はまあそのまま取った方がいいでしょうって。なんかこれがやっぱ多少ねやっぱりんごとか入ってるもんで、少し甘めな部分もあるんで、だからコレイチ豆乳だとちょっとねなんかトマトベースの味わいとは少しなんか相性が良くない、良くないって言うほど良くないわけでもないんだけど、まあ微妙かなってとこでしたね。なのでまあ甘めのグリーン豆乳かビタミン豆乳、この辺りに入れてね、これザーッと入れてで食べるのがまあ一番ベストかな。でこれ自体で食べても問題ないもんで、問題なかったもんで、まあ仕事の時にねこれ持って行って、で朝とか昼とかにこのままも直接食べて、でグリーン豆乳とかも飲んでってやったら、まあエネルギー的にも問題ないし、実験の過程にもなるし、他の普通の食事取るわけじゃないからさ、なので携帯食だね、携帯食としていいかなと思った。エネルギーが足りない時にね、 1.5 リッター絶食だとエネルギー足りないよっていう時にこれですね、サイテンバッハのミューズリーですね、これをまあ適量取るっていう形ですね。それが良さそうかな、これだったらいろいろ入ってるもんで、スペルト小麦ね、レーズン、ヒマールの種、リンゴ入ってるし、あとピーナッツ、アーモンド、ヘーゼルナッツ、甘煮、かぼちゃの種ね、あとごま、胚芽入ってるから、栄養素はなんか十分バランスよく取れるんじゃないかなと思うんだよね。まあバランスがいいかどうかわかんないけど、まあそれなりにいろんなね栄養素、ビタミンとかも取れると思うから、これは使えるんじゃないかなってとこですね。なんで 1.5 リッター絶食でいきなりやるとしんどい、しんどいわな、しんどいもんで、なんでそのしんどさの調整だね、調整にこれを使うっていうね、ちょっとしんどいなっていう時はこれを少し入れて足したら楽になるじゃん、エネルギーもあるからさ、これだったら仕事とかもできると思うし、でそういうのに慣れてきたら、まあ徐々にこれ減らしていって、でもう 1.5 リッター絶食だけでやるって、そっちに変えていくっていう、ね、その段階を踏む上でね、これ使えるかなってとこです。その日の運動量だね、運動量とその精神状態、あとは体の状態見て、でまあ増やしたり減らしたりするっていう、そんな感じです。で精神状態はね、これ取っててもすごいいいんだわ、すごくいいですね、なんか精神が緩慢になるみたいなこともないですね、いい感じ。やっぱ栄養かな、栄養がきちんと取れてるもんでいいのかな。あと動物性のものも入ってないし、砂糖も入ってないし、油も入ってないよな、これ甘煮って書いてあるけど、これ甘煮の油ってわけじゃないから、甘煮そのままだから、なんでこれ調子いいんだよね。砂糖と油入ってないやつってなかなか普通のスーパーだとねあんま見かけないんだけど、特にシリアルなんかね、スーパーに売ってるシリアルなんかあんま良くないから、あれ実際取ってみたらわかるけどさ、心臓とかに痛みとか出てくるからね、あれ、原材料名見ても添加物入ってるし、油入ってるね、食用植物油脂とか入ってるし、で砂糖も入ってる、ああいうのじゃダメなんだよね、ああいうのじゃなくてこっちだね、こっちを買うっていうね、超買う。これ普通のスーパーには売ってないけどね、これカルディコーヒーで買ってるから、ああいう輸入物を扱うお店じゃないと売ってないよね。まあネットで買ったらいいんじゃないかなと思うけど、まあ普通のあのシリアルだね、普通のシリアルとかだったら値段もっと安いからさ、もっとどっさり入ってて500円ぐらいで買えちゃうから、もう値段全然違うわけだけどね、これ 400g で1000円だからさだけど体にはこっちの方が絶対いいと思った。ああいうスーパーに売ってる普通のシリアルは買わない方がいいですね、私の経験上からね。っていうか油と砂糖入ってるものは買わない方がいいかなと思います。
まあそんな感じで、ミューズリー調子良かったですね。あとグリシーニに関してはね、あれうまみがあんまないな。うまみが少ない。まああの塩がちょっとついてるもんで、その塩味がまあ一応あるから食べれなくはないけど、まずくはない、まずくはないんだけど、うまみがなんか妙に少ないんだよね。バッサリしてる感じっていうのかな。まあたまに買ってもいいかなと思ったけど、あれ2種類あったの、トマト味とあとバジルだったかな、2種類あったんで、今度バジル買ってみてもいいかなと思うけど、まあ好んでまた買いたいみたいなものではないかなってとこですね。ただ小麦粉のね、食べ物ちょっと食べたい時にいいかもしれないなと思ったけど、割と小麦粉使ってる食品、まあお菓子とかもそうだけどいっぱいあるんだけどさ、あんまりいい小麦粉を使ってないケースが多いよね。で今回のこのグリッシーニに関しては体がだるくなるみたいなこともなかったから、遺伝子組み換えのものとか扱ってないと思うんで、まあいいかなってとこですね。一応味はまあそんなに、そんなにうまいって感じではないんだけど、でもまずいって感じでもない、ただうまみは少ないってとこです。デーツはまあ前にもね買ってるからいいよね。普通にも美味しかったですけどね。あれそんだけです。うん。これがいい買い物したかなっていうとこですね。いいもの見つけたかなって。まあ魂がいいって言っただけのことはあるですね。うん。他のこのミューズリーも試してみたいけど、やっぱ魂がね、いいって言わなかったやつあんまりやる気にならないんだよね。実験に使う気にならないって、うん、でこれこの採点バッハのミューズリーは3種類あったんだよね。3種類これとあともうあと2種類ね、違う、まあ味っていうのか、あるいは配合っていうのかな、違うタイプのものがあったんで、これマウンテンクライマーっていうんだけど、それとは違うやつがあったんで、次はその違う他の2種類ですね、ちょっと買ってきて、で味確認しようかなと思っています。で今後ちょっと仕事とかね、ちょこちょこやっていくときにまあ持っていこうかなと思うんで、そのまあ準備段階みたいな感じでちょっと買ってくる予定です。そんな感じですね。で今日土曜日なんで10月1日ですね。今日から10月です。でまず計測ですね。土曜日なんで計測、今週の計測して、で今週の結果報告やってでってとこですね。まあタイトルだいたい野菜ジュース豆乳麹水にしてたけど、結構固形物取っちゃったね今週ね。まあそういう時もあるでしょう、ってところです。したら今11時13分なんで、まあ11時だね、11時計測ってことで入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、71ですね。血圧115-76です。で今週の結果報告です。今週の計測時刻午前11時頃です。先週に比べて1時間ほど遅いですね。先週も1時間遅くって10時だったんで、その前9時間、9時だったね。朝9時だったんだけど、先週1時間遅くって10時になって、で、今週またさらに遅くなって11時ですね。まあでも、そうね、半日もずれてるとかさ、そういうわけでもないんで、まあ同じぐらいの時間に測ってるって見方でいいでしょう。体重 61.70kg。先週に比べて 0.55kg の増加です。なんで今日少しね、今日っていうか今週だね。今週また少し体重増えてます。先週は減ってたんだよね。先週 0.9kg のマイナスだったんだよ。だめ減って、でまた増えたって感じですね。BMI 19.5 でプラス 0.2、 体脂肪率は 13.5% で 0.1% の減少です。なんで体重増えたけど体脂肪率はまあ変わってないって感じですね。
血圧115-76、最高血圧プラス3、最低血圧プラス5なんで、まあ、血圧はそう変わってないですね。まあ、微妙に上がったかもしれないっていうぐらいです。脈拍76でマイナス6、ウエスト71センチで5ミリの増加です。まあ、だいたい 0.5 キロ増えると5ミリね、増えるっていう。1キロ増えるとね、体重が1キロ増えると1センチね、ウエストも増えるみたいなところがあるんで、まあ妥当なところかなって思います。うん、で、今週の気づき。今週はまあ後半ですね。後半っていうか、木曜日と金曜日だね。木曜日と金曜日だけ、ミューズリーですね。ミューズリー。まあ、木曜日の日はブランミューズリー。800グラムで、まあ800いくらかのやつだね。を、まあ300グラムほど取ったっていうね。で、昨日だね。昨日30日金曜日は、採点バッハのマウンテンクライマーっていうミューズリーですね。これですね。これを取ったっていう。これがいつもと違うところですね。まあ、昨日に関してはライ麦クロパンとかグリッシーニも取ってるんだけど。で、あとゆでピーナッツですね。ゆでピーナッツもちょっとちょこちょこね、取るようになったってところです。あれ、美味しい。普通に美味しいんだね。うん。あれ、いい。お腹もまあ、割と膨れるし。うん。まあ、ビールのつまみとして売られてるんだけどさ。でも、つまみ、ビール飲まないっていうか、お酒飲まないんで。うん。ピーナッツだけで食べるっていうね。だけど普通のピーナッツってね、なんかなんていうの、しっとりしてないっていうのかな、しっとりしてなくって硬くって、まあ、水分が少ないもんで、なんかちょっとなんていうのかな、あんま取ると調子が微妙に悪くなるよね。だけどこのゆでピーナッツはまあしっとりめなんで、ちゃんと水分ねしっかり吸ってるやつだから、なのでその辺もいいのかもしれないですね。味もいいし、食べた時の感じもいい。で、値段もまあ200円ちょいなんで、まあ悪くはないかなっていうところです。あと大豆ミートですね。大豆ミートもちょっと試してみたんだけど、まあ味は別にそう食べれないわけじゃないというか悪くはないんだけど、普通にお湯で、まあ、戻せばね、悪くないんだけど、まあ唐揚げにした方がいいなと思ったね。やっぱ唐揚げとして食べた方がいいかな。で、唐揚げにするとどうしても油取っちゃうもんで、まあ実験には使わない方がいいかなって思ったってとこです。大豆ミートはね。普通の食事を取ってて、で、大豆ミートを使うならいいと思うけど、ね、この不老不死だね。不老不死にはまあ向かないかなってとこですね。まあ今後ね、今後、まあ不老不死の実験ももう完全に終わって、で、ちょっとゆっくりしよっか、みたいな時には、一人用のね、一人用のフライヤー買ってきて、そこで、揚げ物だね。揚げ物。野菜と大豆ミートだね。で、揚げ物作ってもいいけどさ。まあ、どうやるか、やらかな、やらないかな。やらないかもしれないですね。まあ、やってもいいけど。まあ、でも油、揚げ物って体に悪いからな。やらない方がいいかな。まあ、まあ、やりたくなったらやるかもしれないってとこです。とりあえずはなしですね。あとは、スタイル1のむき甘栗、有機むき甘栗ってやつ買ったけど、あれ味がおかしかったってやつがあったね。明らかに味おかしかった。普通の甘栗の味じゃねえよって思ったね。そんなところですね。今週は。あ、海苔がね、ようやく食べ終えて終了って感じですね。日曜日の日にね、海苔。なので、今週、序盤だね、序盤だけ海苔食べてて、あと黒豆、煮豆も食べてますね。それ以降はもう海苔なしでやってますね。あの黒豆、煮豆は、まあ、あっさりめだったけど、砂糖使ってるもんで、砂糖中毒になる可能性があるから、まあ、取らない方がいいなと思ったってとこです。やっぱ基本的に砂糖と油使ってるやつはね、やっぱ取らん方がいいかなっていうところですね。なのでこれが優秀なんだよ。これ超優秀です。ようやくこう見つけたっていうね。いいやつ見つけた。いろいろ実験してきてね、普通のシリアルとかさ、もう試してみたけど、まあ、ああいう実験があったからこれの良さがよくわかってるっていうね。まあその辺もありますね。そして砂糖と油はやっぱ取っちゃダメだっていうね。はっきりしたね。ってところです。こんな感じかな。で、今後はちょっと焼き干し芋とかピーターコーンとか、あと厚揚げ、まあ大豆加工食品ですね。は、
まあちょっとやめにして、でこのミューズリーですね、ミューズリーを実験に使っていこうかなと思っています。 1.5 リッター絶食で、あとまあお腹の状態とかね、エネルギーの状態見て調整としてミューズリーを使うっていう。だ食べたい時はまあ割と多めに食べちゃってもいいけどさ、これ、まあ、仕事をするんだらね、金銭的にもいけると思うんで、まあ、その辺ちょっとね、どんな感じになるか、ミューズリー使ってやっていこうと思ってます。まあ、取った感じ精神もいいし、で体のエネルギー面もいいもんで、まあいいかなってとこですね。頭がなんかぼーっとするみたいなこともない、まあ脳にもいいと思うんで、でまあスケルト小麦だったらなおさらいいよね。多分で、まあ、この辺ですね、この辺ちょっと試してみようかなってとこです。まあ、栄養面もこれ取ってたらだいぶいいんじゃないかなと思うし、でまあ、体重とかね、体脂肪率とかがこのミューズリーでね、どのぐらい変わるのかとかも見たいしね。あと、まあ、髪の毛とかね、さっきシャワー浴びるときにね、浴びる前にねバリカンで坊主にした。今日暑いんだよ、今気温30度だよ、30度。今日なんかねちょっと暑い、秋にしてはね暑めなんで、まあこのタイミングいいなと思ってさ、あんま寒い時にね坊主にすると、頭冷やしちゃうんで、今日は坊主にするには、まあ、絶好の日かなと思ったんでね、で坊主にしてます。で来週ですね、来週はミューズリーだね、ミューズリーをちょっといろいろ実験でね使ってみる予定です。なんで、まあ、カルディコーヒーにちょっと何回かね行くことになるかもしれないですね。あそこで、なんか実験に使えそうなものをね、まあ、ちょっと見繕っていこうかなって思っています。まあ、見繕うって言っても、ミューズリーぐらいしか今んとこないんだけどさ。そのぐらい。あと、ちょっとおやつっぽいものをね、なんか探ってみるとか。でも、おやつっぽいものって大体砂糖入ってるからさ、砂糖か植物油しか入ってるから。まあ、そういうの避けると、ほとんどないんだけどさ。そんな感じです。なんで、まあ、これ1豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳、麹水、ね、ドリンクはまあここでやっていく。で、それプラスミューズリーですね。ミューズリーで、来週は実験していこうと思っています。多分で、タイトル、大体野菜ジュース、豆乳、麹水で、まあ、やったんだけど、実際、ドリンクだけの日ってないんだよね。やばいね。ないんだわ。まあ、で、タイトルちょっと変えて、だいたい野菜ジュース、豆乳、麹水、ミューズリーで生活実験ですね。まあ、こっちに変えてやっていこうと思っています。そんなとこですね。そしたら日付で9月24日土曜日から9月30日金曜日まで。実験生活1623日目から1629日目まで。だいたい野菜ジュース、豆乳、麹水で生活実験1日目から7日目まで完了です。それではまた来週。